いつもの庭焚き火をショート動画風にしてご紹介します。猿の個人的な趣味動画ですが、よろしければ1分間お付き合いください。映っているのは富士見産業の二次燃焼ストーブです。この時は雨上がりでストーブが濡れてたため、着火剤代わりの牛乳パックでストーブを温めています。こうすることで、いきなり焚き火を燃やすよりも煙の発生を抑えることができます。炭はいきなりストーブに放り込むよりもこうやって着火すると楽しめます。セリアで売ってる武田コーポレーションの木炭は小さいので口焚き火にも合うんだね。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。